皆さんこんばんは、中村雄一です。マフィア梶田です。この番組ではスターオーシャンシリーズの最新作スターオーシャンアナブレシスの最新情報を中村雄一とマフィア梶田がご紹介していきます。はい、しれっと改編を超えました。イエーイ。7月になったので特に何も言われずに続きましたね。そうなの、俺らも今日知ったからね。これはもう超えてますって言われたから文化放送的にも手放しがたい番組になってきたってことですかね。大あのわけわかんないポスター作る。わけわかんないカレンダー。あれだっけ。カレンダー。カレンダー。あれは地上波だけ？あの番組によってはありますけど。ダメ。あのそもそもあれなんかオールスターとかになってないとならないですよね。俺らオールスターじゃない。俺らオールスターになれるポジションではあるんじゃないですか、人気的にはね。オールスターだよね。え、A&G オールスターに含まれるくらいだね。オールスター超えてると思うよ。オールスターの中のオールスター、オールスター中のオールスター、スターの中のスターですからね。スター、うん、そういうこと、うん、トップオールスターだ。まあ、まずはやっぱ A&G オールスターのイベントに呼ばれてゆくゆくはカレンダーにちょっとスケジュール開けとかなきゃじゃあちょっとそんな我々のスターの番組にへの感想を読んでいきますか、はい、こちらです。ラジオシャンネーム清子さん、中村さん、梶田さん、こんばんは。6月21日のラジオで、それはもう覚えてねえな、中村さんが自転車の前輪についたライトを足で点灯しようとすると、はい、つま先が前輪に引っかかり1回転しまうと話しましたが、うん、私は子供の頃1回転しました、結構なスピードを出していたのでものすごい勢いで前方に飛んで、うんぬんかんぬん大怪我をしました。ただ恥ずかしいので平然を装って自転車に乗って帰宅しましたと。はあ、やっぱやるんだ。これはやっぱりね、多いと思うよ。その前転する勢いで足挟むと足バキバキになりません？俺が挟んだ時は、はい、靴の先だけが挟まっちゃったから、つま先が入ってないから、あのその小学生の時かな、ゴム靴みたいなの履くでしょ、あのなんか全部ゴムでできたようなやつ。え、そんな靴生まれて一度も履いたことないですか？いや、あるね、ある、わかる。ゴムでできた靴、全部ゴムでできたような靴を小学生履かされるんだよ。あ、そうでしたっけ。お得意のあのオチに使ってたその中国ギャグみたいなやつではないのかもしれないけど、中国にゴムはなかったかもしれない。いや、ゴムはあるよあるよ、どういう文化で木か、ゴムの靴はなかったかもしれない。なんかあるね、小学校用みたいなのがあるんだけど、それだったからね、グニャンってなったけど、すごい勢いでグリッって巻き込まれたから、あそこに足があると思うとやばいよ。あれはやばいっすよね。下り坂とかでやったらもう行っちゃってると思うよ。足挟まれてその反動でもうぐるんって回るわけですよね。そうそう、すごいな。ストップだ。セルフで生み出すエネルギーの凄さを感じますね。自爆だよね完全なる自爆なんだ。人間一人が生み出すエネルギーの大きさを感じますね。あとはよくはその自転車でさ、あ、同様のメールはね数十通来てる。マジかよ、そんなに引っかかってるやついるんだ。あとはと俺はなかったけど、友達があの傘をさ、ああ、あのそうそうそう、車輪の横のところにさ、なんかくっつけてさ、はいはいはい、ここにつけるんだよみたいなことを言うから、はい、ああそういうんだと思ったら、そこにガンって挟まって、はい、前輪ロックしてひっくり返ってたよ。それやった。それはそれは走ってるやつの自転車に向かって傘投げるんですよ。梶田さん、それと俺のと違う話違う。え、原理は同じですよね。原理はその、うん、内容は一緒なんだけど、カバーがもう違うんだよ、うん、結果的なとこは一緒だけどね。楽しかったんだけどな。楽しかったで、よかったよかった、友達付き合いでね。はい、それでは早速始めていきましょう。スターラジオシャンアナブネシス、最後までよろしくお願いします。改めまして、中村雄一です。マフィア梶田です。近況なんですけどもね、こう作家が書いておりますけども、少し前と書かれてますけど、これめちゃめちゃ最近でしたけど、あのアイマスのライブを見たと。珍しい。アイマスお好きでしたっけ？まあ厳密に言うとライブビューイングなんですけどね、この間夏から始まるアニメのダイブっていうアニメの、はいはいはい、先行上映イベントが劇場であったんですよ、それで楽屋でみんなでね、こう、ぼーっと待ってたら、はい、その時俺と梶君と桜井さんと杉田だったんだけど、メンツが。爆音で、コールが流れ出したの。わーっつって、なんとかみたいなコールが爆音で流れ出して、どこで誰が大騒ぎしてんのって、ちょっとザワザワしてたら、マネージャーが、あ、なんか劇場のその一個がライブビューイングで、今アイドルマスターの、ちょうどなんかどこかでその地方でやってるライブのライブビューイングを今やってて、その
あれって大声出していいんでしょ、だそれが要は映写室が隣だったの、楽屋の。ははー。だから映写室に漏れてる音で、外にじゃなくて、まあ、ここにしか漏れてこない音なんですって言って、映写室どこって言ったらもう目の前だったから、あの、全員で役者で見たことないから、ゾロゾロゾロって映写室入ってったら、あの、店員さんがいい人で、スタッフさんが、あ、機械を壊さなければ、あの、入っていただいても大丈夫ですよ。鏡。言ってくれたから、みんなで、ほーってこう。見たんです。それが初めてです。まさかね、お客さんたちを後ろで見てるとは思ってないですよね。そうだね。いきなり混じってただ見してると思わない。いきなり男性声優が混じってると思わないですよね。後ろで、なんか面白かったです。どうでした、実際見てみて。あれ、なんか僕がこう、業界人目線で見たときに、あの、誰ちゃんが何ちゃんしてるかわからないから、誰ちゃんが何ちゃんしてるか。そうそうそう。はい、あの、今、そのステージ上でね、誰が出て何の歌を歌ってるかがわかんないから、はい、それで見てたんだけど、もうちょっとメイク濃くすればいいのにね、みんな。あの、そういうとこ聞きたかったんじゃないです。あ、え？あの、そういうとこ聞きたかったんじゃ、あの、感想を聞きたかった。あの、あ、そうなの？そういう、そういうちょっと絡みづらい話をしてほしかったわけではない。なんでやねん。違うの、思ったの、本当に。メイクを濃くしろと。みんな、衣装が派手になってさ、髪とかもさ、現実というか、街だとちょっとうわってなっちゃうような状態に今で持ってくわけじゃん。キャラクターに寄せたりとか、演出としてやってるじゃん。でもメイクが多分ね、普段通りのメイクだから、あれってさ、照明が強いのよ、舞台って。で、その舞台の照明で飛んじゃって、顔が薄くなっちゃってたから、もったいないなと思って。それは確かにかわいそうですね。そうそう。だから、楽屋で見た時に笑っちゃうようなぐらいの濃さのメイクって本来するの、舞台って。確かに確かに。それを多分やってないんだなと思ったから、もうちょっと濃くした方がいいのになって。すごい、プロデューサーみたいな。そうそうそう。っていうのを過ぎたと、真面目に、あら、ちょっともったいないと俺思うんだね。ついた、うーんって言ってた。ついたピート中村ピート。そうそうそう。メイクについて話して。後ろでライブを見ていたと。そうそうそう。へぇ、ちょうど楽屋にいた時に、あの、杉田のとこの後輩が、あの、青木さんが、なんかソロの歌ってて、そしたらアトミックモンキーのマネージャーが、ちょっと行ってきますって言って、あの、勇姿を見に行ってたよ。いいな、アトミックモンキーは、フレンドリーだな。そうそうそう。優しいな。杉田はなぜか行かなかったけどね。見に行かないのってさ、あの、推しキャラ違うんで。そうなんだ。後輩のキャラじゃないんで。推しキャラじゃないと動く、手こでも動かないんだ。杉田さんはそういう人です。ああ。ちょっと俺、無駄に声かけちゃったな。はい。ということでね、まあ、歌なんですけど、はい、僕は職業的に歌を歌うことも、まあ、たまにありますけど、ね、はい、梶田さんはどうなんですか？それ、分かっていながら歌ってますよね。歌うわけないでしょう。職業からで歌。今はね。いやいやいや、今はオファーがあったらどうすんの？あるの？ちなみに。あった？今んとこない。歌ですか？そのロータスさんからちょっとみたいな、そのノリみたいなやつじゃないよ。ちゃんとした歌。うん、ないと思いますよ。ない。さすがにないと思います。ああ、そう。うん。さすがに言われてたら覚えてると思うんで、なんか、そういうこと今、中村さんが言ってたように、ロータスさんが曲作るから、うんうん、ラップやろうぜみたいなことを言いたいことなんですよ。そういうのはあるだろうね。まあ難しいからちょっと勘弁してくださいよって話は。ライブっていうか自分のイベントで歌ってみてはどうかって言われたことなんですよ。あの人たちは自分たちが歌えるかって気軽にそういうこと言うんですよ。そういうのあるよね。ほんとあるのよ。俺らもね、別に我々歌のプロじゃないんだけど、当日その場で全部レコーディング終わった後に、じゃあちょっとハモ取りたいからって言われて、ハモ素材もらってないですが、あ、じゃあ今一度聞かすんで。って言って、なんか聞かされるの。はいはいはい。で、じゃあ回すねって言われるから、待って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 。無理。あ、でもね、あの、歌は嫌いじゃないですよ。あの、この間、居酒屋行ったんですよ。居酒屋で、なんか、部屋にカラオケついてる場所があるんですよ、ね。ああ、たまにあるね。不思議と。で、俺初めて入ったんですよね。そのカラオケついてる居酒屋なんて。昔からで、なんか、まあ、杉田さんとかいるんで、ちょっとカラオケ、アニメソングのミュージックビデオの代わりにとか流してたんですけれども、まあ突然思い立って、サビの部分だけ突然大声で歌い出したら、面白いんじゃないかって思って、やってみた。ええ、ジャパリパークを歌ったんですけど。大石さん。ええ、ドッタンバッタン大騒ぎで説教したら、まあ隣の部屋の人はびっくりしてますわ。ドッタンバッタン大騒ぎ始まったからね。それがちょっと楽しくて、複数回繰り返しましたね。ああ、そう。じゃあ嫌いではないんだね。好きですね、歌うの。ただ仕事で歌うことはないですよ、ね。いや、これはでも最近の流れからしたら分かんないから、本当に。ああ。歌って。中村さんとデュエットもあり得るかもしれない。
この番組でなの？この番組で歌う意味はもうないよね。あ、いつの間にかテーマソングが2人の曲に切り替わる。ディアガールみたいな。そう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 。ディアガールストーリーみたいな。そのくらい女の子に人気が出てきちゃったらしょうがないかなっていう。そうだね。アニゲラはね、杉田もそんなに歌得意じゃないからね。うん、まあ、そういう流れじゃないじゃん。あ、でも杉田さんはよく歌ってます、アニゲラで。あの、ひってえ下ネタの曲。あいつはだからそういうのを歌うくせにさ、ちゃんと歌えって言われた途端に気難しくなっちゃうからさ。天野ジャックマンですから、ね。天野ジャックマン。天野ジャックマンです。天野ジャックって読もうか。天野ジャックです。かけてジャックって読もうか。かっこいいじゃないですか。ちょっとかっこいいじゃないですか。次のジャックってちょっとかっこいいじゃないですか。ってようなやつ。え、そんな靴生まれて一度も履いたことないんですか。いや、あるね。ある。わかるでしょ。ゴムでできた靴？全部ゴムでできたような靴を小学生履かされるんだよ。あ、そうでしたっけ。うん。お得意のあのオチに使ってたその中国ギャグみたいなやつではないのかもしれないけど。中国にゴムはなかったかもしれない。いや、ゴムはあるよ。あるよ。どういう文化で？木か。ゴムの靴はなかったかもしれない。なんかあるね、小学校用みたいなのがあるんだけど、それだったからね、ぐにゃんってなったけど、すごい勢いでグリッって巻き込まれたから、あそこに足があると思うと、やばいよ、あれは。やばいっすよね。下り坂とかでやったらもう、行っちゃってると思うよ。足挟まれて、その反動で、もうぐるんって回るわけですよね。そうそう。すごいな。ストップだ。セルフで生み出すエネルギーの凄さを感じますね。自爆だよね。完全なる自爆なんだ。人間一人が生み出すエネルギーの大きさを感じますね。そうそうそう、なんかあとはよくはその自転車でさ、あ、同様のメールはね、数十通来てる。マジかよ、そんなに引っかかってるやついるんだ。あとはと俺はなかったけど、友達があの傘をさ、あのそうそうそう、車輪の横のところにさ、なんかくっつけてさ、はいはいはい、ここにつけるんだよみたいなことを言うから、はい、ああそういうんだと思ったらそこにガンって挟まって、はい、前輪ロックしてひっくり返ってたよ。それやった。それはそれは走ってるやつの自転車に向かって傘投げるんですよ。ガイシダさん、それと俺のと違う。話違う。え、原理は同じですよね。原理はその内容は一緒なんだけど、カバーがもう違うんだよ。結果的なところは一緒だけどね。楽しかったんだけどな。楽しかったで、ね、よかったよかった、友達付き合いでね。はい、それではそろそろ始めていきましょう。スターラジオ社アナムネシス、最後までよろしくお願いします。改めまして、中村雄一です。マフィア会長です。近況なんですけどもね、うん、こう作家が書いておりますけども、うん、少し前と書かれてますけど、これめちゃめちゃ最近でしたけど、あのアイマスのライブを見たと。珍しい。アイマスお好きでしたっけ。まあ厳密に言うとライブビューイングなんですけどね、うんうん、この間夏から始まるアニメのダイブっていうアニメの、はいはいはい、先行上映イベントが劇場であったんですよ、うんうん、それで楽屋でみんなでね、こう、ぼーっと待ってたら、はい、その時俺とカジ君と桜井さんと杉田だったんだけど、うん、メンツが。うん、爆音で、コールが流れ出したの。うわーっつって、なんとかーみたいなコールが爆音で流れ出して、どこで誰が大騒ぎしてんのって、ちょっとザワザワしてたら、マネージャーが、あ、なんか劇場のその一個がライブビューイングで、今アイドルマスターの、ちょうどなんかどこかでその地方でやってるライブのライブビューイングを今やってて、そのあれって大声出していいんでしょ、だそれが要は映写室が隣だったの、楽屋の。ははー、だから映写室に漏れてる音で外にじゃなくて、まあここにしか漏れてこない音なんですって言って、映写室どこって言ったらもう目に来ない音なんですって言って、映写室どこって言ったらもう目の前だったから、全員で役者で見たことないから、ゾロゾロゾロって、映写室入ってったら、店員さんがいい人で、スタッフさんが、あ、機械を壊さなければ、入っていただいても大丈夫ですよ。ただ見。言ってくれたから、みんなで、ほーってこう、見たんです。ほうほうほう、それが初めてです。まさかね、お客さんたちを後ろで見てるとは思ってないですよ。そうだね。いきなり ただ見してると思わない。いきなり男性声優が混じってると思わないですよね、後ろで。面白かったです、ね。どうでした？実際見てみて。あれ、なんか僕がこう、業界人目線で見たときに、誰ちゃんが何ちゃんしてるかわからないから、誰ちゃんが何ちゃんしてるか。そうそうそう。はい、今そのステージ上でね、はい、誰が出て何の歌を歌ってるかがわかんないから、はい、それで見てたんだけど、はい、もうちょっとメイク濃くすればいいのにね、みんな。すいません。そういうとこ聞きたかったんじゃないです。あ、え？違う。そういうとこ聞きたかったんじゃ、感想を聞きたかった。あ、そうなの？そういうちょっと絡みづらい話をしてほしかったわけではない。なんでやねん。違うの。思ったの、本当に。メイクを濃くしろと。みんな、衣装が派手になってさ、
紙とかもさ、はいはい、現実というか街だとちょっとうわってなっちゃうような状態に今で持ってくわけじゃん、はいはい、キャラクターに寄せたりとか、まあね、演出としてやってるじゃん、はいはい、でもメイクが多分ね普段通りのメイクだから、まあまあそうですね、あれってさ照明が強いのよ舞台って、うん、確かに確かに、でその舞台の照明で飛んじゃって顔が薄くなっちゃってたからもったいないなと思って、それは確かにかわいそうですね、そうそう、だから楽屋で見た時に笑っちゃうようなぐらいの濃さのメイクって本来するの舞台って、確かに確かに そうですね、それを多分やってないんだなと思ったから、もうちょっと濃くした方がいいのになって、すごいプロデューサーみたいな、そうそうそうっていうのを過ぎたと真面目にあらちょっともったいないと俺は思うんだねって言ったら、杉田、うーんって言ってた。杉田 P と中村 P。そうそうそう。メイクについて話して。後ろでライブを見ていたと。そうそうそう。へぇー。ちょうど楽屋にいた時に、杉田のところの後輩が、青木さん、が、なんかソロの歌ってて、そしたら、アトミックモンキーのマネージャーが、ちょっと行ってきますって言って、勇姿を見に行ってたよ。いいな、アトミックモンキーは、フレンドリーだな。そうそうそう。こう、優しいな。杉田はなぜか行かなかったけどね。お見に行かないのってさ、推しキャラ違うんで、そうなんだ、後輩のキャラじゃないんで推しキャラじゃないと動く手こでも動かないんだ、杉田さんはそういう人です、ああ、ちょっと俺無駄に声かけちゃったな、はい、ということでね、まあ歌なんですけど、はい、僕は職業的に歌を歌うこともまあたまにありますけど、はい、梶田さんはどうなんですか、それ分かっていながら歌ってますよね、歌うわけないでしょう、職業からで歌、今はね、いやいやいや、今オファーがあったらどうすんの、あるの、ちなみにあった、今んとこない、歌ですか、うん、そのロータスさんからちょっとみたいな、そのノリみたいなやつじゃないよ、ちゃんとした歌、うん、ないと思いますよ、ない、さすがにないと思います、ああそう、うん、さすがに、お付き合いですね、はい、それでは早速始めていきましょう、スターラジオ社アナムネシス、最後までよろしくお願いします。改めまして中村雄一です、マフィアガチャです、近況なんですけどもね、うん、こう作家が書いておりますけども、うん、少し前と書かれてますけど、これめちゃめちゃ最近でしたけど、アイマスのライブを見たと、珍しい、アイマスお好きでしたっけ、まあ厳密に言うとライブビューイングなんですけどね、うんうん、この間夏から始まるアニメのダイブっていうアニメの、はいはいはい、先行上映イベントが劇場であったんですよ、うんうん、それで楽屋でみんなでね、こう、ぼーっと待ってたら、はい、その時俺とカジ君と桜井さんと杉田だったんだけど、うん、メンツが。うん、爆音で、コールが流れ出したの。わーっつってなんとかみたいなコールが爆音で流れ出して、どこで誰が大騒ぎしてんのって、ちょっとザワザワしてたら、マネージャーが、あ、なんか劇場のその一個がライブビューイングで、今アイドルマスターの、ちょうどなんかどこかでその地方でやってるライブのライブビューイングを今やってて、そのあれって大声出していいんでしょ、だそれが要は映写室が隣だったの、楽屋の、ははー、だから映写室に漏れてる音で外にじゃなくて、まあここにしか漏れてこない音なんですって言って、映写室どこって言ったらもう目の前だったから、全員で役者で見たことないからゾロゾロゾロって映写室入ってったら、店員さんがいい人で、スタッフさんが、あ、機械を壊さなければ、入っていただいても大丈夫ですよ。ただみ。言ってくれたから、みんなで、マジか、ほーってこう、見たんです。それが初めてです。まさかね、お客さんたちを後ろで見てるとは思ってないんですよね。いきなり待ち、ただみしてると思わない。いきなり男性声優が混じってると思わないですよね、後ろで。面白かったです。どうでした？実際見てみて。あれ、なんか、僕がこう、業界人目線で見たときに、誰ちゃんが何ちゃんしてるかわからないから、誰ちゃんが何ちゃんしてるか。そうそうそう。今、そのステージ上でね、誰が出て何の歌を歌ってるかがわかんないから、それで見てたんだけど、もうちょっとメイク濃くすればいいのにね、みんな。すいません、そういうとこ聞きたかったんじゃないです。あ、え？違う、そういうとこ聞きたかったんじゃ、感想を聞きたかった。あ、そうなの？そういうちょっと絡みづらい話をしてほしかったわけではない。なんでやねん。違うの。思ったの、本当に。メイクを濃くしろと。みんな、はい、衣装が派手になってさ、はい、髪とかもさ、はい、現実というか、街だとちょっとうわってなっちゃうような。はい状態に今で持ってくわけじゃん、はい、キャラクターに寄せたりとか、演出としてやってるじゃん、はいはいはい。でもメイクが多分ね、普段通りのメイクだから、まあまあそうですね、あれってさ、照明が強いのよ、舞台って。確かに確かに。で、その舞台の照明で飛んじゃって顔が薄くなっちゃってたから、もったいないなと思って。それは確かにかわいそうですね。そうそう。だから楽屋で見た時に笑っちゃうようなぐらいの濃さのメイクって本来するの、舞台って。